毎夜伝えた高速リンク式システムを転送するからデータ通信用の回線を開けてくれ。紋章機専用の特別センサー、各機体の情報をリアルタイムでモニターできるシステムだよ。紋章機の戦いは刻一刻と状況が移り変わるもんでね、このシステムじゃないと追い切れないのさ。わかった、今から送るよ。そうだ、マイアス大佐、システムの転送が終わるまでの間を使って指揮のやり方を説明しておこうか。了解。それじゃあ時間もないから手短に説明するよ。こいつが指揮システムの画面だ。とりあえず今最低限必要なとこだけ伝えておくよ。まず画面右上にあるのがレーダー、青い点が味方で赤い点が敵だよ。画面下の真ん中にあるのがカメラコントロールパネル、こいつを操作すればカメラの位置を変えられる。左下に並んでいるのはユニットショートカットパネルだ。ここを左ダブルクリックするとエンジェル隊の機体が選べるよ。ユニットショートカットが画面に映っている機体の上で右クリックするとユニットメニューが出る。このメニューから指示を出しておくれ。何か指示があるまでは私たちは自分で敵を探して戦ってるよ。それからユニットショートカットの脇にある3本の黄色いゲージは各機の状況を表している。 H のゲージは耐久力、 E がエネルギー、 S が気力だよ。ゲージだけじゃなくユニットショートカットの色でもそれぞれの状況がわかるよ。機体は攻撃を受けるたびに耐久力が落ちていく。このショートカットが黄色になったら要注意、赤になったらもう本当に危険ってことだよ。他にも緑色に点滅することがある。これはパイロットの気力が充実して必殺技が打てるようになったってあいつさ。ここが点滅している間にユニットメニューの中から必殺技を選んで命令すればそれぞれの必殺技を派手にぶちかますよ。それから戦闘中にキーボードのポーズキーか P キーを押せば画面が一時停止する、いわゆるポーズってやつだね。ポーズ中でも指示はできるから慌てずに操作しておくれ。とりあえずこんなところかね。初めは慣れないだろうけど、あとは実戦でいろいろ使いながら覚えていくといいよ。なあ、ちょうど転送が終わったようだね。それじゃ始めるとするか。マイヤーズ司令、一緒に頑張りましょうね。指揮になれないうちはあまり無理しなくていいわよ。その場合は自分たちの判断で戦うから。とりあえずは自分の船がやられないことを第一に考えてくれ。なんなら安全な後方に下がってくれていい。ちょうど今敵艦隊の把握が終わったところだ。メインモニターに出すぞ。我々の艦隊がいるのはここだ。3機の紋章機はこの位置にいる。一方敵の艦隊は駆逐艦タイプに、
巡洋艦タイプという編成のようだ。正直言って戦力ではこちらが不利だな。何言ってんのよ、私たちエンジェル隊がいるのよ。任せてください、あのくらいの敵ならきっとなんとかなります。必要な時だけ指示してくれればそれでいいよ。あとは紋章機の戦いぶりを見て勝手を掴んでおくれ。もう一度作戦内容を確認する。了解。これが初めての実戦だな。タクト、落ち着いていけよ。分かってるさ、わけも分からずに死んでたまるか。安心していいよ、あの程度の敵なら紋章機だけで十分さ。もし命令がなくても私たちは自分で目標を探して攻撃しますから。そうそう、あんたは私たちの華麗な戦いを見学してなさい。そうか、こっちも慣れていないから助かるといえば助かるけど、ともかくよろしく頼むよ。レーダーによると敵は、あそこね。了解。目標を捉えた。これより攻撃に移るよ。カンフーファイター、攻撃に成功したわ。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。回避に成功しました。撃たれましたけれどなんとか回避できました。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。回避成功。回避に成功しました。撃たれましたけれどなんとか回避できました。ラッキースター、目標攻撃を回避しました。さあ次はドイツ。言われなくても分かってるわ。敵の攻撃を回避したわ。敵を確認した。4番機攻撃を開始する。回避に成功しました。撃たれましたけれどなんとか回避できました。やりました、敵を倒しましたよ。はい、了解しました。撃たれました。1番機ハイパーキャノン撃ちます。今のは効いたようだね。火力なら負けないよ。こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。レーダーによると敵は、あそこね。はい、了解しました。回避に成功しました。一撃必殺アンカークロー。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。
滝がヒュー吹いてる。今の攻撃当たってたんだ。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。そんな攻撃当たるもんですか。ラッキースター、了解。敵を発見しました。攻撃に向かいます。目標を捉えた。これから新たな敵が現れました。どうしましょう。カンフーファイター、攻撃開始。回避に成功しました。ああ、分かったよ。よし、うまく命中したわ。レーダーによると敵は、あ、あそこね。回避成功。あ、敵が火を吹いてる。一番機、目標を撃破です。よかった。いいところに当たったみたいです。やりました。カンフーファイター、了解。ラッキースター、了解。もう許さないわよ。いけー、アンダークローン。今のは効いたようだね。火力なら負けないよ。敵艦隊の全滅を確認。あれだけの数の敵を、これが紋章機の力か。すごいんだな、エンジェル隊は。しかし、あの黒い艦隊は一体何だったんだ。それなのですが、大破した船をスキャンしてみたところ、全く生命反応がありませんでした。最初から無人だったと思われます。無人艦だと？そんなのがあれだけ数多く、どういうことだ。エンジェル隊から通信です。見ての通りよ。私の実力、思い知った？初めての式にしちゃ上等だよ、マイアス大佐。よくできました。なんだい、疑問って。そりゃ教えられたからさ。そいつは。フォルテさん、私お腹が減っちゃいました。戻るまで我慢をし。ってそうか、すっかり忘れてた。そろそろ戻らないと、みんな心配してるだろうね。私たちについてくればわかるわよ。俺たちに指図するのか。辺境の艦隊だが、ムーンエンジェル隊の指揮下に強制的に組み込まれる言われはないぞ。タクト、お前な。それはそうかもしれんが、
お前さんの疑問に全て答えてくれる人だよ。